どうも、レイジです。弟子オーディション路上第2弾路上対決編。この間、弟子オーディションやったんですよ、5人の、うん、で、今日は実際に路上でナンパ対決してもらって、ちょっと弟子としての素質というかを見ようかと思って、もう本当に口だけのやつが多いんでね、実際どんな動きするんじゃいっていうのを見ようと思ってます。で、今日の参加者はゲイリーと KK です。どうも、ゲイリーです。年齢は27歳、出身はサウザンドリー。え、なんでサウザン、父は父です。ゲイリーと言います。吐きがない。熊本から来ました。はい、今から2人に1時間ナンパ対決してもらいます。はい、で、まず1声かけしたら1ポイントで、L ゲしたら5ポイント、はい、連れ出したら10ポイントで、なんとソクルト100ポイントです。もう教えてくれるんじゃないですか。あ、まあそう言うかと思ってお助けテレホンカード1枚ずつこれ渡してます。これ1回使えるから。おー、はい、1回使えるから。はい、はい、はい、やべえってなったら1回指導入る。はい、じゃあ2人に意気込みを、意気込みどうぞ。はい、KK 意気込みどうぞ。渋谷来たことないんですけど、その帰りたいですね。何ビビってんだよ。ビビりすぎじゃない？うん、教室の隅っこにいそうな感じして。え？まあ、頑張れ。受け入れなんか強気だけど。いや、もうホテル行っちゃっていいですか？ホテル、はい、行っちゃっていいよ。もう行っちゃいますよ。マジで？はい。てかさ、あ、マジで？はい。自信満々だね。満々ですね。てかこのアクセはさ、これは何？これ何？見ちゃいました。これ。店員さんに、君にしか似合わないって言われたんで、もう買うしかねえ。あ、もうこれだけでホテル行っちゃうんだ。あ、これでソクレン。そうです。あ、なるほどね。逆に判断。あ、逆外します。これもうほぼ架空なんで、これつけると。あ、まじ、はい、いいよ、別に。あ、いいっすよ、OK。 あ、いいっすか。あ、それでこれで逆にソクレンちゃう。もうこれ見せると、うん、もう象徴なんで。おー、なるほどなるほど、はい。まあ、ゲイリーは強気ですね。さて、この対決どんな結果になることやら。はい、じゃあ今から1時間スタート。おい、始まったよ、始まったよ。お、大丈夫かな。歩き方がもうドインキャだな。コインのオーラやばい。ちょっと無理だな。無理です。まあ早いな、歩くの。座ってんじゃん。大丈夫。え、今まだ開始5分10分。熱い。10分経ってないやつ。あれで声かけるつもりなの？こういったとこ、止まってんじゃん。熱いな。
あんだけ選んだ、あんだけ余裕ない言ってたけど。ダメだ。電話かけてみるか。よいしょ。KK から電話来た。あ、もしもし、KK。はい。あ、これお助けカード使うの？お助けカード、はい。マジでまだ開始10分だけど使っちゃうの？いや、もう無理です、ダメです。無理です、ダメです。今、ちょっと声かけれてない。あ、マジで。ちょっと一旦こっち行くわ。いやもうなんかやれた、ディスられたとか。いやディスられたんじゃなくて、えもう声かけができないです。声かけできてない。はい。あ、ディスられたとかじゃなくて。はい。まあまあまあ OK。 まあちょっとさっき見たけど、多分ちょっと女の視界に入るのがちょっとビビってるみたいな感じでしたんで、ちょっと一個そのメオのトレーニングをちょっと今一個。目ですか。目のトレーニング今から今やろう。じゃあ今からこの1メートルくらい離れてちょっと目をお互い見合うって1分やります。1分最初お互いめっちゃ睨むやつやります。ハードフォーカスのトレーニング1分いきます。はい、よーいスタート。甘いですか。1分いきます。優しく、さっき睨んだけど、はい、1分。そう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 、眉間しわ寄ってるよもう少し自然な笑顔。そう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 、あ、できんじゃん。はい、じゃあ次もっともうほんとこれぐらい近づいてやります。はい、いきます。また睨む。よーいスタート。無理っす無理っす。大丈夫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 、できてるできてる、いけるいける。そう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 、 OK。 じゃあ次また優しく見る。はい、1分。オッケー。じゃあまたさっきの距離に戻って、甘いやつだけでいい、甘いやつだけでいいんで、ちょっともう一回やります。で、ビフォーアフをちょっと感じながら、どう？楽ですか？なんかこっちの方が気が楽な。楽でしょ。気がします。最初にやった時より、一回超至近距離挟んだ。そうですね。ああ楽でしょ。楽です。ああ OK OK、はい、どうですか、やってみて。なんかちょっと緊張が取れたような。緊張取れた、気持ちが落ち着いた。落ち着いたような気がします。はいはいはい。やっぱこれ行動が先か感情が先かなんですけど、こうビビってると目合わせられないし、で目合わせないとさらに気持ちが動揺してマインドも下がって気持ちはどんどん下がっていく。でも逆にこう目を見るっていうのをやっちゃえば、それに引っ張られて気持ちも上がっていくっていう。はい、じゃあちょっと声かけしてみようか。あ、うん、はい。いや絶対いける絶対いける。目見ることだけ考えて、目を見る、うん、目見ることだけ考えてやればいい。目見る、ね、こんにちはこんにちは。お、気がついた。お、ナイスナイスナイス。
ちょっと振り向いてくれました。今一応声かけ成立なんで。ナイスナイス。あ、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。あー、ギリ成立かな。ギリ一応チラッと見たね。ギリ成立かな。こんにちは。こんにちは。あ、じゃああの子行ってみようかな。こんにちは。こんにちは。あー違うな。あ、こんにちは。こんにちは。急いでますか。あー、ちょっとすいません。あー、おー、ちょっと動きも良くなってきて、喋るようになってきた。ちょっと喋れたな。うん、ちょっと喋れたな。じゃあ、あの子行ってみるか。よいしょ。あ、いやー、 あ、こんにちは。すいません、すいません。あダメだ。あ、すいません、すいません。あの、晴れてますね、今日。今日、何しに渋谷来たんですか？友達ですか？あ、いいですね。これからどこ行くんですか？あ、行っちゃいますか？あ、わかりました。ありがとうございます。よし。会話できました。すげえ。友達とどっか行くそうです。おお、かわいかった。すごくかわいかったです。素晴らしい。やったぞ。OK、 じゃあその調子で引き続き頑張って。はい。今何ポイント？ 4か 5ポイント。4です。4かな。4ポイント。おし、その調子で。あ、ゲイリーからお助け来た。ちょ、ちょっと行ってくるんで。あ、じゃあやっといて。はい、頑張ってみます。はい。もしもし。もし。はい。あれ、何？お助け使ってる。そうです、お助け使ってます。お助けでいいの？はい。一応、やっぱ、あるし使っとこうかなって。あるし使っとこうかなって。そう。まあ、10声ぐらいか。そう。結構、まあ、挨拶ぐらいかな。まあ、そのくらいですね。10人ぐらい声かけた。どういうことここまで動画を見てくれた方に20大特典です。陰キャヒモテスタートでもナンパで01を達成するための6つのフェーズをマスターできるストリートナンパ完全マニュアル、ヒモテ完全卒業できるアプリ戦略についてまとめたマッチングアプリ完全攻略ガイド、データやトレンドから構築するモテる男のストチ上げパーフェクトガイド、 LINE で主導権を取る鉄則について解説した LINE メッセージ術全集、美女からの食いつきを最大化させ望む関係をキープできる美女と長期関係構築マニュアル、女性と会話する時の原則と困った時に言えばいいフレーズ30個を含む女性との会話で絶対盛り上がるマニュアル、主導権を取ってホテルへの流れを作るのにめっちゃ大事な技術ダブルバインドを理解できる動画、交渉術の基本フットインザドアを理解できる動画、女がメンヘラ化するほど食いつく NLP 最強テク年齢対抗と感情転移が分かる動画、自分の中に眠っている最強のモテキャラを発掘する方法が分かる動画、これできてないとやばい基本中の基本女がなびく目の使い方ソフト&ハードフォーカス、進化心理学脳科学 NLP 交流分析など学問的に学ぶ再現性のあるモテの法則、 YouTube では出せない実録動画&解説、芸能系現役 JD 出会いからセフレ化まで、YouTube では出せないハイスペ女優即日ゲット実力動画&解説、イケてる男の登竜門クラブを制覇できるクラブ&イベントナンバ完全攻略ガイド、本屋やカフェなど日常のシーンでこそ発揮できるナンパの威力で初期差し最大化を狙うシチュエーションナンパ&ステルスナンパ完全攻略、本当に人生が変わったナンパ始めてからのヤバい出来事を語った
レイジレイがナンパで人生を変えた日、最強オスになって女も金も手に入れる道しるべとなるモテの頂点アルファオス完全ロードマップ。月何十ゲットするモテオたちも最初はヒモテだった。ビフォーアフェア、どんな風にブレイクスルーしたかなど語った受講生対談動画集。史上最も売れたナンパ本、究極の男見抱き道ナンパ直筆サイン入りを無料プレゼント。合計20個の特典をプレゼントしているので、モテを磨いて人生変えたいって人は今のうちに受け取っておいてください。概要欄もしくは画面の QR コードより公式 LINE から受け取れます。すでに登録済みの方は20代特典とメッセージ打つと受け取れます。